間藤駅先の踏切旧足尾本山駅へ向かう線路、足尾本山駅は、栃木県上津賀郡足尾町本山にあった東日本、旅客鉄道足尾線の駅である。1914年の開業以来、貨物専用駅であった。1973年に足尾銅山が閉山して、以降も、で10系時25000系、車掌車による貨物列車が引き続き運転されていた。整理券に足尾本山駅がインプットされているが、手前の間藤駅が終点であるため、通常発行されない。免許にて足尾本山まで申請していたが、方向幕は最初から用意されていなかった。ちなみに、間藤駅が16、桐生駅が00である。JR 東日本に継承されたが、JR の列車は旅客、貨物ともに一度も当駅に発着することがなく廃駅となった。承継当時のバブル期には旅客にて運行再開計画があったが、バブル崩壊による日本景気低迷などにより計画は白紙となり、そのまま免許失効になった。免許失効後しばらくの間は仮の車止めを設置していたが、現在は新しく鉄道用の車止めが間藤駅に設置されている。一旦線路は途切れるが300メートル先にある踏切までは線路がそのままになっている。切通しになっているが崩壊しており、夏場には雑草がうっそうと茂っている。踏切部分の線路はアスファルトで埋められているが、この先はそのまま現存している。ところどころ斜面が崩落していて、復旧は困難である。赤倉地区あたりで治山工事が行われているため、免許線部分は立ち入り禁止になっている。本山前にある腕木式信号機もそのまま残っている。駅のあった場所は工場敷地の中にあり、立ち入り禁止になっている。貨物駅であったためホームなどは最初からなかった。間藤足尾本山駅区間は落石や踏切の撤去はあるものの、ほぼ当時の姿を残している。踏切の線路はすでに撤去されており、法律上は踏切ではないが、警報機などの踏切の施設は残っている。NHKBS プレミアムで2015年7月23日放送、鉄道機構、中井聖也の鉄旅、渡良瀬、渓谷鉄道の会で、現在の管理者である小垣海金属の動向の下で、跡地が撮影され、ほぼ廃止時点のまま施設が残されていることが判明した。ありがとうございます。